三死母大寺に広がるゴルフ場である。千緯トンや芝川商店の平田義太郎のもとに、1963年、滋賀県厚生町に大見富士を眺める、なだらかな丘陵地がある、ゴルフ場にどうかという情報が入った。持ち込んだのは、野瀬カントリークラブ会場、設計、上西昭三郎の社長であり、コース設計家、上西昭三郎だった。上西は、 のせカントリークラブの用地不足で工事が足踏みしていた。その時、隣接の所有者である平田義太郎が協力して、その縁で平田は、のせカントリークラブの理事長に就任した。滋賀県厚生町のゴルフ場用地は、いくつかの池と樹齢100年ほどの老い松が散在する土地だった。大見富士を望む、標高435メートルのなだらかな山姿が、美しい。 平田は初めはためらったが、周囲の進めと地形を見て、これは良いコースができると決断した。1966年9月、新たなゴルフ場建設に向け母体会社、大見工産株式会社を設立、社長に平田義太郎が就任した。1966年、平田は進行性のガンを患っていることが判明した、コース予定地の買収が残っていたが、 手術を拒否して着工した。上西は6ヶ月間現場に泊まり込みで工事監督に当たった。1967年10月15日、18ホールのゴルフ場が完成、会場の日、平田は最後の花と語った。2年後の昭和69年7月、平田は最後の花を見届けるかのように英明した。コースは起伏の少ないなだらかなコースから、 大見富士を望みながらゴルフを楽しむことができる給料コースである。コースの特徴としては、アウトコースはロングショットが楽しめる距離のあるコース、インコースは正確な繊細なショットが要求される距離の長いミドルコースとなっていることである。日本の女子プロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する。 日本女子オープンゴルフ選手権競技大会などの大会開催の実績がある。郵便番号520-3242、滋賀県湖南市母大寺千4 1 0番地。ありがとうございます。